こんにちは、りほこです。私毎月1ヶ月にねプレイしたゲームをまとめて動画に出してるんですけど、なんか1ヶ月の振り返りみたいな感じで自分的にね振り返りしながら語ってる動画を出してるんですけど、なぜかね8月すっかり忘れてまして、コメントで8月プレイしたゲームの動画あげないんですかって言われて、あやばいもう9月だわって気づいて動画を撮りました。はい、ということでね今9月なんですけど、8月にプレイしたゲームのお話をしていこうと思います。正直長期戦のゲームが多くて、あんまりねフルコンしたゲームっていうのがないんですけど、今回フルコンしたのは8月いっぱいで3本になるんですけど、そちらをねお話をしていこうと思います。まずね1本目、これは7月の後半に出たもので、7月の後半から8月の上旬プレイしてたのが、じゃん、こちらの死神と少女ビータバージョン。これはほんと乙女ゲームっていうよりも読み物っていう感じでプレイしてたんですけど、詳しくねあらすじとか紹介しているのは動画ね詳細上にピローンって載せとくので、そちらをね見てほしいんですけど、これはね本当に好み分かれるかなとは思うんですけど、私はめちゃくちゃ好きな作品でしたね。かなりシナリオが練られてる作品で、伏線もすごいし考察とかもすごいはかどったし、何よりすごい好きになってしまったキャラができた、日向瀬充くんって言うんですけども、日向瀬充くんのことを私めちゃくちゃ好きになってしまって、いやいい男に出会いましたよ。はい、ルート的にもこれは個人的な考えなんですけど、ヒロインちゃんのさよちゃんが、まあ、唯一っていうとあれなんですけど、まあ、幸せでいられるルート、二人で幸せを築き上げていけるルートは一番は日向瀬充さんとのエンドなんじゃないかなって、まあ、個人的に思ったりしなくもなくもないみたいな感じなんですけど、まあ、それぐらいね日向瀬充のことを好きになってしまった。はい、いやお嬢呼びがずるいんです、日向瀬充のお嬢呼びがずるかったんです。はい、っていう感じで、まあ、ガチシナリオゲー読み物死神と少女1本目でした。そしてその後プレイしたのはこちらの美少女ゲームになるんですけど、桜もゆをプレイしました。もうこれもねもうシナリオゲー続きになるんですけど、ガッチガチのシナリオゲー桜もゆ、これは本当に出会えて良かった作品ですね。なんか2連続でシナリオゲーだったんですけど、やっぱね読むの好き、ゲームやってて恋愛していく過程とかもちろんなんですけど、面白いなって個人的に思うのが、恋愛ゲームの面白いなって思うところは文字が好き、読むのが好きなんですよね。そのゲームによって言葉の言い回し方とか全然違かったりとか、表現の仕方とか全然違うのが私は読むのが好きだなって思う瞬間ですね。まあ、これもねめちゃくちゃ長かった、まあ、60時間ちょっと70時間ぐらいのプレイ時間にはなったんですけど、これはね本当にやってよかったですね。もう死神と少女も桜もゆもすごいおすすめだからやってっておすすめしにくいんですけど、個人的にはすっごい大好きな作品になりました。8月は本当にハッピーデーですね、好きだからハッピーマウスかな。はい、でそしてシナリオゲー続きになっちゃったので、ちょっと軽めのがやりたいなと思って、学園クラブ、これはアプリバージョンの移植したやつ、移植っていうのかな、ビーターバージョンで出たやつをプレイしたんですけど、いやこれはねサクサクのサクサクパンダって感じで超サクサクゲーでした。なんかやっぱアプリ感ありましたね、恋愛過程っていうかゲームの進み具合がアプリっていう感じもあって、まあすごい入り込みやすいっていうのかな、まあ、簡単に言うとあっさりしてる話だったんですけど、そんなに頭を使うこともなく深く考えずにゲームがプレイできるっていう感じでしたね。本当にすぐ終わった。ストーリー的には、まあ、主人公ちゃんの親の都合で名門学校に転入することになり、まあ、そしてまたちょっとした偶然で秘密のね社交場的な夜に開催されるナイトクラブっていう存在を知ってしまって、雑用係みたいな感じでお手伝いさんみたいのをねヒロインちゃんがすることになるんですけど、まあ、そのナイトクラブに攻略キャラたちがねいらっしゃるんですけど、まあ、学園ものですね、学園もので本当に結構進みとかも早くて攻略とかもすごい簡単で好感度アップとかも出るので攻略もしやすかったし、お話も分かりやすいし、攻略する時にどの攻略キャラを攻略するかっていうのをね選ぶことができて、もうねルートに入っちゃうと最初はいやーこのキャラはなかなか攻略難しいんじゃないかなとか、なかなかね好きになってくれないんじゃないかなって思ったりもするんですけど、ルートに入るとねすんなりと自分のことを好きになってくれるっていう、みんな
ちょろかったですね、うん、なので頭を使わずにときめくことができました。絵がメロさんなんですけど、メロさんの絵が好きだったりとか、乙女ゲームねあんまやったことなくてサクサクするゲームやりたいとかだと向いてるかもしれないです。あとはキャストトークとかもあって、これは多分アプリバージョンにはないっぽいんですけど、ビータバージョンだとキャストトークがね入ってるので、攻略キャラのキャラクターボイスに好きな声優さんがいるとかだったら、その声優さんのねトークも聞けたりするので、好きな声優さんがいるって人もいいかもしれないです。はい、という感じでフルコンしたのはこの3本になってます。あとはその月末にね、この間も動画でお話ししたんですけど、カンナギの森とかブラコンとかパルマとかオメガヴァンパイアとかね発売して、それまでちょっとなんか暇だったので、ノルンやり直したりとか、白鸚ちょっとやったりとか、結構やり直してたりとかで、カンナギの森はねこの間ねちょうど終えたんですけど、カンナギの森プレイしながら、まあ、ブラコンフートだけやったりとか、あとはちょっとパルマ最初だけねやったりとか、結構つまみ食いが多かったかもしれないです、8月は。はい、やっぱねゲームやってる時間は私にとって一番幸せだなって思います、本当に。はい、8月もいっぱいゲームができました。はい、っていう感じで以上になります。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。